まあ、アルゴシステムの北浦でございます。よろしくお願いします。我が社は創業42年になります。はい。まあ、約5年ほど、まあ、こういう電子機器の開発をする会社に勤めましておりまして、まあ、そこをスピンアウトして、まあ、設立をいたしました。まあ、最初はガレージから始まった、私の家のガレージからスタートしました。その当時は、まあ、世の中にマイコンというものが世の中に出だして、業種的にはシステムハウスという業種になりまして、まあ、今ではもうその用語は死んでしまいましたけれども、まあ、システムハウスとして創業して、まあ、一応メーカーを目指して、まあ、頑張ってきたというのが状況です。はい。マイコンを使った、まあ、電子機器の開発でハードとソフトと両方こなして、いろんなシステム案件を作るという会社で、まあ、当時はいろんなものが世の中に、まだ電子機器が何もない時代ですから、パソコンも何もない時代なんで、まあ、そういうマイコンを使って世の中にないものをいろいろ作っていってると、まあ、作って開発して、まあ、お客さんの専用機を開発するというようなことを主体に、まあ、会社としてまあ進めてきました。で、まあ、特にまあ代表的なもので言えば、まあ、今もうないですけども、ビデオデッキのビデオヘッドというものを、まあ、1ミリの穴に、まあ、髪の毛 の、 太さのものを10回ほど巻くんですけど、まあ、それをビデオヘッドというんですけどね、まあ、それをまあ、ね、作るためにはやっぱりなかなかパートさんではできないんで、まあ、人海戦術になるんで、まあ、それを自動化するということで、まあ、そういうパルスモーターを使って、巻くというね、そういうコントローラーの開発とか、まあ、それから、まあ、業務用の、まあ、放送局用のそのコマーシャルを流すときに、ね、ビデオデッキを使うんですけどね、それを切り替えて放送を流すんですけど、その流す、コマーシャル用のカセットテープを、ね、デッキに入れるというのを自動化するということで、ね、まあ、カートマシンというんですけどね、まあ、そういうものを開発して、そういうところに収めるシステムをいろいろ開発してきたというのがから始まっております。まあ、と、まあ、そういうシステムハウスで創業して、まあ、一応そこからまあちょっとメーカー的に、やはりシステムハウスだけでは請負でずっと仕事するのは非常に大変なんで、やはり自社ブランドの商品を持ってメーカーになっていこうと。ただ全て 100% メーカーになると、やはり発展がないわけです。いろんなお客さんのいろんな開発案件を受けて、やっぱり技術を磨いていくということも大事ですし、まあ、いろんなシステム案件もこなしていくというのが大事になってきます。で、まあ、その中でいろいろと、まあ、経験を積むことによって、また新たな商品が、まあ、作れるということで、いろいろと新しいことをやっていっております。世の中の合理化の、まあ、役に立つということで、まあ、ソーシャルオートメーション的なことですね、という形で、まあ、させていただいております。まあ、クラウドから、まあ、電子決済のところも含めて、トータルでシステム化できるというところも、まあ、我が社の強みになって、まあ、今後、まあ、どういうんですかね、そういうところで、まあ、世の中の合理化により役に立っていきたいなというふうにはちょっと考えております。